はい、皆さん、こんにちは、高行ですえ。私がですね、まあ最近、情報提供者さんからのお話ですということで、え話している、旭川いじめ事件と、カムイコタン女子高生殺人事件に関わっている人物たちを知っている人の情報なんですけども、旭川いじめ事件の英子、まあよく言われる英子なんですが、 全く反省をしていないというですね、えー、話が出ていまして、まあ、どのようなことを言ってるかというと、なんで私が悪いことになってるのかわからないと言っているそうです。えー、過去にもね、あの、文春の取材で、栄子はですね、まあ、いろんなこと答えていますが、まあ、そのまんまですね、えー、今になっても反省していないような 状況であると。うん、で、まあ反省していたら旭川にいられないと思うんですよね。それが未だにですね、まあ山麓街や駅前に出没しているということを考えますと、まあ肝も座ってるというのもありますが、大きな後ろ盾がないと、山麓街夜の街で あれだけの事件を起こした関係者ということで働いていくことも難しいですし飲み屋に入ってねまあ、飲食することでさえ難しいのではないかなと思うんですよね。えー、以前にねあの折、ー、原さんというねまあ、YouTuber が旭川に、えー、突入した時に、うん、A 子とね、えー、まあ、接触。 するかしないかっていうところだったと思うんですけども、まあ、逮捕されてるんですよね。うん、でその逮捕は旭川のね、えー、とある議員さんが動いたんじゃないかというふうに言われておりますよね。旭川の加害者あの、まあ、数人はですね議員とねつな、えー、がりや関係があるというふうに、ねえー、言われておりますけども栄子についてもですね、まあ、関係が でも、ね、まあ山麓街の夜の街でえずっとね働いていけるまあ飲みに出歩いていけるということを見てもえそういった権力者の後ろ盾がバックにありえそこの飲み屋さん飲み屋さんで、まあ、面倒見てやってよ周りの子たちも。 この子大変な状況だから、かくまってやってよ、働かせてやってよっていう力がですね、えー、声があって、そのような環境になっているんじゃないかなっていうね、まあ私なりの推測ですけどもね、まあそのようなことが考えられます。その A 子についてはですね、先日内田理子、カムイコタンのね、えー、殺人犯内田理子被告、 そそのののながりがりり明らかかになったばかりですので、す内田一周辺のですね半、まあ、グレ、えー、そして暴、えーまあ、力団と近い人物らとですね、まあ、いつ頃からどのような関係があったのかというところをね、まあ、調べていくべきだとは思うんですが、まあ、警察の方が調べていないんであればね、まあ、我々が調べていくのしかないのかなというふうに思いますけども、まあ、その 周辺のですね、事情等、もし詳しい方がいらっしゃればですね、えー、ご連絡いただけると助かります。ということで、本日は、加害者 A についてお話しさせていただきました。ではまたお会いしましょう。じゃあ。